はい、どうもジェリーです。今回は3周年記念でね、大量の課金ガチャが来ているので、これについてね、どれがおすすめかっていう話をしたり、まあ実際にジェリーの方でもね、聞いていくって感じの動画になりますので、よろしくお願いします。ってことで、めちゃめちゃ来ております。セレクトリストにメモリアルセレクトプレミアムプレゼント、あとは無料10連と、ここに今出てないんですけど星4確定ガチャもあるので順に見ていきましょう。ってことで、ガチャに入る前に、こちらのね、クリスタルショップお得なセットのところに、こちらリニューアル記念初心者応援セットというものがあります。こちらが5000円課金で手に入るもので、各種アイテムと星4メンバー1人確定の10連ガチャチケットがもらえますんでね、これもお金に余裕のある人は課金してみてください。はい、ってことで、今回ね、課金するにあたって課金セットがいろいろあるんですけど、それについてもね、おすすめ度を話していきます。ってことで、こちらですね、課金セットのおすすめ一覧となります。基本的にね、お高いやつの方が美味しいですので、1位はアニバーサリーセットのクリスタル9000のやつですね。準決勝2個や願いの雫スキルアップチケットがもらえるので、めちゃめちゃ美味しいです。次が6000のやつですね。こちらが準決勝1個と不思議な種200、めちゃめちゃでかいです。次、第3位に入れてるのがオールメンバーセットですね。こちら優勝3000で星2キャラクター26人を当てることができます。この星2キャラですね、ガチャで当てようと思うと1人当たり 0.59% とかで、これ26キャラって相当地獄なんですよ。多分コンプまで半年ぐらいかかると思いますんでね、こちら入手できる人は早めに入手しておくといいです。次にスタンプセットですね。こちらはなんと限定のスタンプとなります。一応工場販売なので、後からね、買うこともできるんですけど、限定スタンプということで、スタンプショップでもね、買えないので、キャララン上げとかにもなりますし、優勝1500でかけら1000個もね、ついてきて、実質星4半分分、星4 0.5 個分みたいな価値あるので、これもね、かなりおすすめかなと思います。そして残りがアニバーサリーセットの3000とアニバーサリーセット1500ですね。単純にかけらの量が減りますので、この辺かなといった順番です。次に課金ガチャの方のね、おすすめ度を見ていきましょう。まずはやはりこちら、セレクトリストリミテッドエディションですね。これはですね、なんといっても過去の期間限定メンバーを入手することができて、多分ね、今後これくらいしか過去の限定メンバーを入手することができないんですよね。このゲーム、期間限定キャラは1年経ったらね、復刻されるんですが、2年目以降のキャラは復刻されずに、このガチャに回る感じとなります。まあ、なので集めるのがめちゃめちゃ難しいし、そもそも集める機会がなかなかないので、これはね、出るたび引いておくのがおすすめです。しかもね、セレクトリストということで、10人中誰か1人で闇鍋ガチャではないので、かなりね、当てやすいかなと思います。次にこちら、メモリアルセレクトガチャですね。好きな星4メンバー1人選べるということで、単純にね、工場しか選べないんですけど、自分の好きなキャラをね、ピンポイントで得れるのはマジで強いので、ぜひ引いてください。次に、プレミアムプレゼントガチャ。こちらですね、衣装付きのガチャとなっています。星4確定とかではないので、星4で見るとね、ちょっと割に合わないように見えるんですけど、衣装を入手することができるので、自分の推し、そしてバーチャルシンガーのキャラクターランクをね、簡単に上げることができます。キャラクターランク上がると、総合力のね、ボーナスもつきますので、こちらね、かなりおすすめのガチャとなっています。優先度としては自分の推しユニット、その次にバチャシン、そして最後に他ユニットって感じになります。各ね、推しのユニットは推しキャラとバチャシンしか衣装がもらえないんですけど、バチャシンは全員共通の衣装となるので、バチャシンはね、他のユニットより優先度高めです。ただここ一点注意点なのが、先ほどね、購入したこちらの初心者応援星4メンバー1人確定10連ガチャチケットの方ですね。こちら星4確定ガチャとなりますので、個人的にはプレミアムプレゼントガチャで推しユニ、そしてバチャシン引いたら、他ユニット引くよりね、こっちの方が優先した方がいいかなと思います。他ユニット上げるよりやっぱ星4欲しいですからね。ってことで、前置きが長くなってしまったので、ガチャ引いていきましょう。まずはプレミアムプレゼントガチャから引いていきます。ってことで、最初はバチャシン、いやー、イラストがめちゃめちゃいいですね。ではね、こちら引いていきます。星4は出ない、星3ですね。こちらのね、プレミアムプレゼントガチャ、1回3000クリスタルで合計6個あるので、全部引こうと思うと1万8000クリスタルとかなりの量が必要なんですが、まあまあ美味しいのでおすすめです。ってことで星3ですね、スキップ。
はい、ということで新限定衣装入手でございます。続いてレオによろしくお願いします。さあ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 、星4は出ますか？出ないですね。昇格演出はありますか？昇格演出はなし。はい、ということでレオに限定衣装入手。次いきます。次はモモちゃん、イラストがかわいい。では、星4演出はさあさあ、そろそろね来てほしいところですけども、はい、モモちゃんの限定衣装入手です。かっこよすぎる。続いてビビバスよろしくお願いいたします。そろそろ星4が出てきてもおかしくないってことで、バトシン限定衣装ありがとうございます。続いてワンダーランズショータイム、イラストがいい。もうこの方マジでいつもプレソゲイラスト描いてくれてる、本当にありがとうございます。次いきます。よろしくお願いします。さあ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 、そろそろね来るんですよね。まあ確率通りくらいかな。50連で星41枚目、次の2号は星4でなさそうな感じがするけど、さあここで星4を何枚引けるか見ていきましょう。星4、2枚、神でございます。ワンダ書しか勝たんということで、メンバー見ていきましょう。はいはいはい。 My name is つかさ。ペーパーつかさ。あー、ダンス&シングですね。はい、持ってます。なんなら5枚目ぐらい。私、つかさくんのお芝居が好きだよ。はいはい、ヘイヘイヘイ、エブちゃんですね。俺持ってたっけこれ。新規ありがとうございます。瞳に映る輝き、おー、トリエムありがとうございます。いや素晴らしいね。はい、ということでワンダ書の限定衣装入手です。ではラスト2号引いていきましょう。よろしくお願いします。ここでも星4当てたいところですが、どうですか？2号で星4当たるのがね一番熱いんですよ。まだ工場の持ってない2号のキャラが2人いるのでね、この後セレクトできるとすると、もう1人を当てたかった人生でした。はい、ということで2号限定衣装、今回は白系ですね。いいですね、ありがとうございます。次はこれかな。星4確定ガチャ2枚あるので2枚回していきます。よろしくお願いします。まずは1枚目、星4確定、素晴らしいね。さあこの輝きから一体誰が出るのか。できれば猫耳かなでちゃんかザムザエナナンが欲しいところでございます。星4の輝き素晴らしい。星4は1枚ラスト見ていきます。どうして俺がこんな目に。おー、天馬つかさ、今日つかさくんなんか主張強いな。あれ、なんかカラフェスの時もいっぱい声聞いた気がするんだけどな。なに。はい、ということでまずは10連目こんな感じ。続いて20連目よろしくお願いします。ここでも星4を2枚抜きしていきたいところでございますが、演出すげえ新しくなったといいけど、ちょっと長いよね。ちょっと長いよね。星4 1枚ありがとうございます。可能性を閉ざしてはいけないし、ね、おー、トルペルイくんじゃないですか。ありがとうございます。かぶりです。今日ワンダショに好かれてる日、ワンダショメンバー4人当たっとる。続いて好きな星4メンバー1人選べる星4メンバーセレクトチケット付きのこちらメモリアルセレクトガチャ回していきます。まあここはね最初の10連ここでも星4しっかり当ててきます。ここで当ててさらに選ぶことによってもう神となります。新世界の昇格演出はあーり、素晴らしい。これはし星4 2枚ありがとう。ほのちゃん持ってたような気がしますがどうでしたか？こちらは持ってますね。準決勝ありがとうございます。止まらなくなっちゃうね。かわいい。緑ありがとう。一人だけもぐもぐしてるやつだ。みんな真剣な顔してるガチャなのに一人だけもぐもぐしてる。ということで星4入手しつつチケットも入手していきました。ありがとうございます。チケット交換は最後に回してセレクトいきましょう。ということで今回のセレクトですね、ジールさん、あの欲しい25メンバーが全員今回対象外なんですよね。まあ、なんで悩みどころなんですけど、個人的にね、ジールのセレクトのおすすめメンバー出してきます。まずですね、推しキャラクター、まあ、これはもう絶対ですね。推しキャラクターで持ってないのいたら絶対入れてあげてください。次に、推しユニットの 150% スキルですね。今回なんですけど、はい、こちら選んだ6人が全員ですね、150% のバチャシン最強ぶっ壊れスキルを持っているメンバーとなります。なのでね、このメンバーを優先的に選んであげてください。
次に推しユニットのキャラクターですね。まあ、単純に推しユニキャラも優先的に選びましょうといった感じです。で、あとは空いた枠を 150% で埋めつつ、残りはね、衣装だったりスキルをね、優先して入れるといいかなと思います。ただしですね、限定メンバーはスキルが弱いので、基本的に 120% しかいません。まあ、120% でもいいよって方は入れればいいかなと思うんですけど、まあ、基本的に衣装優先でいいかなと思います。はい、ってことで、ジールはこんな感じにね、左上から順番に、イラストが好きなメンバー、イラストが好きなメンバー、イラスト、イラスト、イラスト、衣装、衣装、衣装、150、150、150って感じで埋めさせてもらいました。今回これでガチャ回していきます。いきます。優勝5000使って、セレクトリストガチャ。さあ、ここで、星3演出。いや、まあまあ、星4演出来るからね。で、セレクトは、星42枚目以降もこのメンバーから選ばれるので、星42枚抜き3枚抜きできると、最高って感じのガチャとなります。さあ、星4、2枚どうした今日。怖いよ。動画低評価つきまくっちゃう。あ、ピンク色のドリンクだ。素晴らしいです。まずは 150% 限定、レン君ありがとうございます。バッチリスクショも決めて、もう1枚を見ていきましょう。限定、バレンタイン限定のさきちゃんでございます。ハプニングな電話、天馬さきありがとうございます。マジで引きが強い。ちょっと夜道には気をつけます。では最後に星4メンバー交換していきましょう。右上のこの3本線から交換所に行ってチケット交換所の星4メンバーですね。はい、こちらで交換することができます。まあ、ここのね、交換メンバーなかなか悩みどころなんですけど、未獲得のところにしまして、はい、こんないっぱいね、キャラがいるんですけど、僕は、とあるキャラクターを持っていないんです。ってことで、こちらですね、ニーゴのエナナンとカナデちゃん、猫耳カナデちゃんとサムザエナナンを持っておりません。どっちにしよう。めっちゃ悩む。いやー、この二人って、ミステリアスだったら、カナデちゃん、カラフェス限定の、140% いるし、エナナンのピュアの方もね、130% がいたはずなので、かなり悩みどころなんですが、衣装的に猫耳の方が欲しいということで、かなでちゃんの方、交換させてもらいます。すいません、ごめん、エナナン。ってことで、交換。あれ？交換。おお、びっくりした。喜んでくれるかな。ロードが長いだけだった。はい、ってことで、アップルパイ猫耳かなでちゃんゲットです。ありがとうございます。はい、ということで、今回は課金ガチャいろいろ回していきました。最後にね、こちら画面に映っている10連無料ガチャについてはね、ちょっとチケットがまだまだ集まりますので、チケット全部集まってからね、動画にしようかなと思うので、よければそちらを見ていただけると嬉しいです。カラフェス動画とかもね、すでに投稿しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、といった感じで今回の動画終わっていきます。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。